田植えをしたのは大河原町にある柴田農林高校の生徒会の役員と農業クラブの3年生合わせて15人です。今日は教員の指導のもとおよそ68アールの学校殿に20センチほどに育った一目惚れの苗を植えました。柴田農林高校では創立当初から田植えから収穫まで一貫して学んできました。来年3月で117年の歴史に幕を下ろすことから今回が最後の田植えです。生徒たちはこれまでの感謝の気持ちを込め一つ一つ丁寧に苗を植えていきました。綺麗に植えることができて嬉しかったですね。はい、美味しいなって思っていただけるような稲に育ってほしいと思います。今日植えた一目惚れは10月上旬に刈り取り学校の文化祭で販売するほか閉校記念の日本酒に使う予定です。柴田農林高校は来年4月から大河原産業高校に再編統合されます。